はい、そんじゃ、シャドウスです。ニコです。今日はですね、モグラ殲滅作戦でですね、追加で、買ってきた商品はですね、プルーピッシー、天然成分で安心、使い方いろいろ、チクタクチクタクチクタク液。こちらはですね、コメリ、コメリというですね、まあ、農業用品を扱っているショップですよね。まだ最近建て直しもできたんですけど、そちらのこのこれ匂いがすごいきついです。で、木作じゃなくて畜作の方が匂いがすごくて、で、酸度、酸性ですね、もう強いそうなんですよ。で、ここにちょっと気になったのはですね、なんか生ゴミ処理とかでなんかちょっとなんか要はですね、この土壌改良っていうのがあってですね、微生物を増やし、土壌改良しますと、で根を大きくして育て植物の成長を促しますということで、これをですね5本買ってきました。で、一つはですね、私のニワトリピオのですね卵をですね、最近猫が食っちゃうっていう事件が立て続いてまして、そのピオが卵を産むところにですね、ちょっと一本は巻いとこうかなと思って、そうすれば猫も鼻が利くんで多分寄ってこなくなるかなと思ったんで、4本ありますんで、明日ですねこの4本をですねいっぺんにですね、チューブ灌水したいと思いますね。はい。もう一つですね、もう一つはこれはたまたまモグラ取り機、こちらですね、農家の店シンシンに、なかったんで、そしたらですね、まあ、立林のビバホームっていうところに置いてました。ただですね、これくっつけて使うんですけど、使おうと思ってるんですけど、もう50-60センチになっちゃうんで、となるとですね、ちょっと設置場所もどうしようかなというところがありますんで、これはまだ使うかどうか検討中ですね。はい、っていうところです。はい、皆さんもですね、多分常日頃というか、柵を始める前にですね、一回その耕した時にモグラが多分逃げていくと思うんで、その後にですね、ハウスの周り、それからハウス内ですねの周りとかにですね、こういう、まあ、木柵であとかですね、あとは木肥材とかを撒いてですね、特に促成栽培とかですね、ハウスの中が暖かくなる、暖かいので、どんどんそういうネズミとかモグラが好んで入ってくると思うんで、そういうタイミングでですねやるものなんだなと、今年初めて、今までモグラとネズミはいたんですけど悪さしなかったんですよね。それがちょっと今年はですね、天候不順のせいですかね、雨が多かったせいでちょっと多くですねハウスの方に入ってきたでですね、被害を被ったんで、いろいろと反省しておりますね。はい、いろいろ勉強になった年ですね、今年は。はい、今年もあと2ヶ月頑張っていきましょう。本日はお疲れ様でした。はい、これ500円、1リットル500円っていうのはどうなんですかね、安いんですかね、なんか安い気も、あ、これ1リットルじゃない、2リットルですよね、どう見ても。はい、あ、1.5リットルですね。20リッターとかで買った方がもしかしたら絶対安いでしょうね。もしあればそっちで、まあ、下から定期的にこれ流せばですね、で、根っこにもいいというふうに書いてありますんで、なんか最初なんかいい菌を殺しちゃうような感じがしたんですけど、微生物を増やすって書いてあるんで、はい、私も微生物土の中入れてますんで、いろいろ、はい、まあ共存できるのかなというところですね。はい、以上です。申し訳ございませんでした。